and gentlemen, what is up? Welcome to the final stream for SD Gundam Battle Alliance. I think it's about time we finish this game, and I'm ready for it to be over. I gotta make room for other stuff that's coming out soon, so let's get started. Descent in the Maelstrom. We finally hit level 30, so I equipped the Speedster. I think something else should be better equipped. Restore partners to 100% HP temporarily. Okay, I guess I'll go with that. Alright. Final stream. We're getting all this done right now. Go this way any damn way.
ユノさんたちの仲間はこの先か。クワトロ隊員、無理はしないで。そう、さすがだな。まだなのか。We had to come back around anyway. I was in an empty room, so they might have a box in there. Torres の夢、モビルドールの制御システムが狙いか。だからあなたたちはこの歴史の軍隊じゃないんだって。機関図と組まれたりしたら面倒だね。早いとこクレイトアウトしよう。そこボールレン。さすがだ。全力で行くぞ。まだか。直撃させる。他にもホワイトファンドは入り込んでるのかしら。多分ね。結構大きなデータもあるみたいなんだけど。ゲイツの回収機とザクウォーリアーの攻撃型。今度はザクで。僕たちが戦うべき場所はここじゃないのに。何がキラ君をこのミッションと紐づかせているのかしら。鍵を握るのはやっぱりバスト軍かな。最後を決める。ここに来てザット軍がワンサか。宇宙世紀だっていうのに。この感じ、なんだ、何か来る。もしかしたら運命的な出会いがあるのかも。シンアスカ、デスティニー、行きます。フリーダムガンダムの同型。それに今シンアスカってデスティニーガンダム。インパルスを失ったシン君の新しいモビルスーツだよ。この機体に乗っているのは彼なのか。彼には前に一度近くに。でもここは切り抜けなきゃ。私はしない。なんとか彼を。いつもそうやってやれると思うな。あれ、あんたがステラを殺した。止めようとしたのに。あんたが悪いんだ。あんたが。シン君、あの戦いはああするしかなかった。ステラさんはもう。うるさい、どけ。話を聞いて。このまま戦ったら。ユノ姉さん、理屈じゃないんだよ。彼は戦争そのものを憎んでる。なのにどうして戦争をするんだ。あんたは俺が撃つんだ。俺守るって言ったのに。ステラ、ごめん。デスティニーガンダムブレイクアウト。大破はさせずに済んだみたいね。行かなくちゃ。こんな悲しいことを終わらせるために。あ、ストライクフリーダムも。紐付きがやっと解けたのね。彼らにはふさわしい決着の舞台がある。それぞれの相棒さんもここにはいないしね。キラ君の相棒はアスラン君。あれ、じゃあシン君は誰と。ここでチターンズと共倒れになっても仕方がない。早急に型をつけるぞ。発信機がこんなに壊されてるんじゃコロニーレーザーは発射できない。
じゃあミッションは失敗なの？今回はブレイク現象のリムーブが目的だよ。いるべき人がそもそもないし。なるほど、シロッコとハマーンの姿が見えんな。とはいえ我々も切り札を失ったか。さくら、ミッションはこのまま続けていいの？大丈夫、でも念のため自動修復モードを走らせておくよ。小隊長さん、とにかく敵をブレイクアウトさせて。あとはコロニーレーザーの修復作業だ。また未来からの造影、大事な局面だよ。ここで死ぬわけにはいかないが、こちらの作戦はまだ終了していない。単位と紐づいている何かがあるのかしら。でも過去の大佐はもうブレイクアウトしてるし。これだけブレイクアウトさせてるのにミッションのブレイク反応が消えない。なんだこの息遣い。アムロレイ、ララスン、いや違う、クワトロ単位。客式がブレイクアウトしたけど、ここって単位の時代よね。自動修復モードによる強制ブレイクアウト、何か来る。要するに別に速攻はね、私は信じる道を進んでいるつもりだ。おお、ティターンズが未だに残っていたとは驚いた。ネオジオン軍のサダビ、パイロットはネオジオン総帥、93年のシャーアズナブル。ティターンズ戦闘機のモビルスーツがいた理由はこれだ。こんなに同じ人物。これで決める。私はアコギのことをやっている。戦いを終わらせるためだ。近くにいるのならこの私を感じてみろ。時代を超えての登場はアコギを超えてます。総帥、そのことを言ってるんじゃないよ、ルネさん。シャアの反乱を起こす直前の言葉だね。アムロ隊員はその時どうしてたの？未だにティターンズがこれほどの戦力を保持していた。あなたが過去に来ちゃったんです。総帥、現在、過去、未来のシャアズナブル、ブレイク現象にしては話しない。これもララーの導きかもしれんな。一年戦争から13年、総帥になってもララー勝利のことが。アムロ隊員ね、ニュータイプの共感はそれだけ強いってことだよ。総帥、どうしてまたジオンに。一年戦争でザビ家は敗北したんでしょ。しかしその結果、地球連邦政府は増長、軍の内部は腐敗していった。それが全ての始まり。その結果が、そう、ティターンズのような反地球政府運動を生み、ザビ家の残党を語るハマーンの調領ともなったのだ。避妊政策から始まった宇宙移民者たちが難民となってしまった歴史。それを見続けたクワトロ隊員は再びシャアに戻る決断をしたのね。人類全体をニュータイプにするためには、打ちどころが悪いとこんなものか。小隊長頑張って、こんがらがった過去と未来を戻しましょう。あと一息だよ。ブレイク修正の準備はもうできてる。私たちだって一年戦争時代の人間だから未来に干渉する権利はないけど、総帥、あなたにだって過去に干渉する権利はない。完全な作戦にはならんとは。未来のクワトロ隊員、やっと引いてくれたわね。ミッションデータの負荷がすごい。私たちもブレイクアウトするよ。自動修復モードのフルパワーで私たちもデリートされかねない。冗談じゃないわよ、早くブレイクアウト処理して。アスランザラ、帰還する。展開、行け行け。コズミックイラに
宇宙世紀の各時代のデータかなり大量にリムーブできたよ。大佐が大尉で、大尉が総帥で、ユゴ、しっかりしろ、ユゴ。まあ、時代を超えて同一人物が次々ブレイクインするなんて初めての現象だったからね。タイムパラドックスが起こるんじゃないかとヒヤヒヤだったわ。自動修復モード様々ね。宇宙世紀0079から93まで、シャア・アズナブルの歴史を総ざらいって感じだったけど、これも何か意図的な集約なのかしら。ミッションデータの負荷も大きかったって話だし。プログラムテオスのため？ちょっと疑いすぎなんじゃ。だって何かしらの新しい機体を作るってのがそのプログラムの目的なんだよね。操縦者の歴史とか関係ないんじゃない？こういう時こそあの物知りメガネに確認したいとこだけど、彼はもう。ハーメス、連絡取れない。音信不通、ハーメス。前に戦った感じだと、もうそういった情報も人格の上書きで消されちゃってるかも。ともかく今回のブレイク現象は多重ブレイク現象の特殊な例として、また別途記録しておくね。なんとかハーメスともう一度接触したいところね。サルベージプログラムを試すためにも。All right, new mission, the final victor, true, final power. So these the last two? Now, of course, they're trying to do these fucking 6A, 6B, goddamn things.